相当な距離登りました。やっと毘沙門天に着いたようです。本当に着くのかなと思うぐらい、これが毘沙門天かな、また違うのか。さっき弘法大師どうだったかな。また違う気がする、薬師如来堂って書いてありますね。ってことは毘沙門天まだまだ着かないのかな。いやー遠いな。よいしょ。うわ、まだ上がある。どこまで続くんでしょう、この山の上は。またじゃあちょっとだけ頑張ります。来ました、毘沙門天。そろそろとか中途で何も書いてないんで、相当上がってきました。毘沙門天はインドでは財宝の神、七福神のうちの神と親しく信仰されています。高いですよ。向こう側の山が見えるぐらいだから。ご自由にお入りくださいって書いてある。入っていいんかこれ。よいしょ。あ、本当に入れた。じゃあ失礼します。おお、今日は暑い。じゃあ毘沙門天さんにお祈りして賽銭をあげて帰りたいと思います。かなり蒸し暑いです。